しやすいのに本当にもうあの水分とか補給しながら無理のないように、続けていかないといけないなと思いながらも、そうですね、あのもう今東電のことがいろいろ話題になっていると思うんですけども、この汚染水の漏れもこれはあの皆さんご存知の通り、隠していたと、それが今やっと暴露されたというような状況で、ただまあこれはあの今日に始まったことではなくて、事故前からそのような体質であり、事故後も様々なことが、手遅れ隠蔽ということを、繰り返してきております。しかしあのこの、海水の汚染に関しましては本当にすごく、重大な損害損失被害をもたらすことであり、私たち国民は黙ってもいられませんし、黙っていてはいけないと思います。しかし私たちが声を上げても肝心の政府が何とかしなければ、お金のこともありますし、本当に行政が何とかするように私たちが声を上げていかないといけない、まあ、そういうこともあって先日半減年では東電の方にも抗議に行ったりもしました。本当にあの衆院選、参院選を経て、与党が自民党に返り咲いてしまい、私たちの運動も本当に苦しくなってきているような気もしますけども、本日もですね、あの先ほど、私があの311前から一緒に、活動しておりました、あの先ほどスピーチされた大阪から来られた武藤北斗君、本当に311の前からあの6カ所のこととかも一緒にやってたんですけども、本当に久しぶりにこの場で、また再会できたりとかで、また新しい人たち、昔からやってる人たち、この場に、本当にそういう人たちが、たくさん集まっている、このことは、政府も経産省も決して、無視はできないと思います。これからも、できればさらに規模を大きくして圧力をかけて、耐えまずに私たちの意見を、政府に叩きつけていく、私たちにやっぱりできることは限られてますけど、大勢の人が一つになることによって、可能性は出てきます。本当にそれを忘れないことだと私は思っておりまして、民主党政権の時にも私たちの市民運動、半減年だけではなくて様々な全国の運動が、民主党政権に、原発ゼロというのを言わせかける手前まで行きました。ただそこに立ちはだかったのは経団連とアメリカです。もうここは基本的なことで、しかしやはり私たちが声を上げて大きな圧力をかければいくらか動いていくということは事実として昨年立証されましたので、本当に私たちもこれからも半減連もあのもう努力をして行動の企画を器作りをしていきますので、皆さんもどうかあのくじけることなく声を一緒に上げ続けていけたらと思っております。頑張ります。